こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。第32回、本日取り上げるゲームはこちら。スーパーファミコンソフト、シムシティ。それでははじめに、簡単にゲームの紹介をいたします。プレイヤーが市長となって、自由な街づくりが楽しめる、都市経営開発シミュレーションゲーム。開発を手掛けたのは、当時、ブローダーバンドというゲーム開発会社に勤めていた、ゲームデザイナーのミューライト氏です。1985年の段階で、すでにその原型となる作品は、コモドール64というパソコンで開発されていましたが、競争や勝敗という概念が存在しないゲームであることから、ブローダーバンド社の理解が得られず、その時はまだ発売には至りませんでした。ライト氏自身も、当初、このゲームが商業的成功を収めるとは、全く想像していなかったそうです。しかし、パーティーで出会った、ジェフ・ブラウン氏の勧めもあって、マクシスという会社を二人で立ち上げ、マッキントッシュとアミガで改めて開発をすることになり、1989年2月2日に、パソコン用タイトルとして、晴れて発売されることになりました。シナリオモードは、ブローダーバンド社からアドバイスを受け、ライト氏がアイデアを思いつき、加えられることになったそうです。その翌年には、日本でも、シムアースやシムアントなどの移植で知られる、イマジニアから、同じくパソコン用タイトルとして発売され、さらにその翌年、任天堂からスーパーファミコン用ソフトとして発売され、90万本以上の販売を記録しました。スーファミ版のキャッチコピーは、市長が好きなその年も、市民が好きとは限らない。ちなみに、真偽のほどは不明ですが、当初は、ファミコンとスーパーファミコンで、同時発売される予定だったという噂もあるそうです。上の画像がファミコン版のものと思われますが、キャンセルとなった理由は、おそらくハードの性能上、データ処理速度などの制約が厳しかったからだと思います。当時のテレビ CM はこちら。今日からあなた、市長です。僕が市長？市長になって、町を作ろう。次々起こる問題を、君はどう解決する？新しい都市づくりシミュレーションゲーム、シムシティ、新発売。学校の宿題ぐらいやっといてくれたまえ、僕は忙しいんだから。スーパーファミコン、シムシティ。1991年、同年に発売された主なソフトはこちら。この年に発売されたソフトは、第25回、ゼルダの伝説、神々のトライフォースでも紹介しています。頑張れゴエモン、雪姫救出絵巻。ファミコン時代から人気を博した、ゴエモンシリーズの第3弾。従来からの、斜め見下ろし型のマップに加え、横スクロールアクションステージも登場。ハードの進化を活かした、世界観の緻密な描写に加え、ユーモア溢れるボス戦や、ゲーム内でグラディウスが楽しめるなど、遊び心とサービス精神に溢れた作品です。各ステージまたぎでは、ゴエモンとエビスマルらによる、コミカルな寸劇が繰り広げられ、作品世界に彩りが添えられています。超魔界村。激ムズアクションとして、多くのプレイヤーを楽しませた、魔界村シリーズ第3弾。当作から鎧によって、武器の強化や、魔法が使用できるようになりました。また、二段ジャンプが採用され、横スクロールジャンプアクションとしても、スリルと緊張感が加味されています。ちなみに、二段ジャンプを最初に取り入れたゲームは、1985年に発表された、アーケードゲームのドラゴンバスターだそうです。レミングス。イギリスのゲームソフト会社によって開発された、パソコン用のゲームを、日本のゲームメーカーサンソフトがスーパーファミコンに移植。個体数が増加すると、集団移住を始めるとされる、動物のレミングをモチーフとして考えられた。様々な指令を用いて障害を回避し、レミングスたちをゴールまでたどり着かせることを目的としたパズルゲームです。
ゲームセンター CX で、有野課長が24時間の生挑戦をしたゲームとして、ご存知の方もいらっしゃると思います。それでは、本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのテーマに分けてお話しいたします。1つ目のテーマはこちら。テーマ1、アニメーションとタイムラグ。ウィル・ライト氏が初めて手掛けた作品は、日本でも1985年にファミコンで発売された、ヴァンゲリングベイでした。ブローダーバンド社が、当時コモドール64で発売していた、チョップリフター、ロードランナーに続く、ヴァンゲリング帝国3部作の第3弾にあたる作品です。ヴァンゲリングベイは、磁気のヘリコプターを操作し、自分の空母を護衛しながら、ヴァンゲリング帝国のすべての工場を爆破することが目的のシューティングゲームです。注目すべきポイントは、時間の経過に伴い、敵の工場が発展し、プレイヤーに対して使用される、新しい兵器が開発される点にあります。さらに、早く敵の工場を破壊したいけれど、自分の空母も守らなければならないという、当時としては、奥深い戦略性を有したゲームでもありました。それゆえ、子供が中心だった、当時のファミコンユーザーにはとっつきにくい面もあり、ハドソンに苦情を寄せる人もいたそうです。ライト氏は、当作の開発を手掛ける過程の中で、駆け引きが生じるゲーム性もさることながら、各エリアのマップ作りに楽しみを見出し、背景のグラフィックを描画しているうちに、道路があるなら車が走った方が面白いなどと思い始め、アニメーションで動くように色々と手を加え、その経験が、後にシムシティのアイデアへと繋がっていくことになりました。やがてライト氏は、都市の発展をモチーフとした、シミュレーションゲームを作ることに興味を持ち、都市計画の本などを読み始めることになります。その中の一つが、システムダイナミクスを打ち立てた、J. フォレスター氏の、都市計画理論に関する著作だったそうです。シムシティを例に、システムダイナミクスについて、簡単にご説明してみたいと思います。例えばプレイ中に、ドクターライトが犯罪の多発を警告してきたとします。当作における、犯罪多発の要因は、大きく分けて3つあります。一番は物理的な問題ですので、予算上問題がなければ解消できるものですが、犯罪率の増加は、やがて人口減少につながり、税収減をもたらし、警察を維持する予算が確保できず、ますます犯罪が増えるという因果ループが発生します。2番の場合、特に都会には、文化や慣習の異なる人々が集うため、摩擦や衝突が生じやすく、ライト氏の話によると、当作においては、人口密度と犯罪発生率は、密接な相関関係にあるとされています。さらに、人口密度の上昇は、道路を設置した場合に限り、交通渋滞を引き起こし、それは3番の環境汚染にもつながっていきます。それから3番の環境問題は、工業地区の密集の度合いや、住居地区や商業地区と、どの程度距離が離れているかによって、問題の程度が異なってきます。図式化すると上のようになりますが、犯罪多発の理由は実に様々で、それぞれの要素が相互的に作用しています。各問題の深刻さの度合いは、ライト氏によって作られた、仮定の数式によって数値化され、その割り出された各問題の深刻度の値を使って、各問題の相互作用の度合いを、さらに別の数式で割り出し、そこからようやく犯罪発生率が弾き出され、ドクターライトがプレイヤーに対して警告を発し、対策を怠ると、負の因果ループに突入することになります。おそらく、これらの計算には、かなり複雑な計算式が用いられているのではないかと思います。例えば、犯罪対策として、警察署を増やし、環境対策を怠ってしまったとします。その場合、犯罪発生率の数値に対し、相反する作用が同時に働くため、その創殺の度合いを計算しなくてはなりません。そして、それに基づき、犯罪発生率が新たに割り出され、それが地下や人口増加率の変動に影響し、地下や人口増加率の変動によって、人口密度も変化し、それがまた犯罪発生率に影響するといった具合に、延々と計算が繰り返されていきます。さらに、環境汚染などは、
時間経過によって緩やかに推移し、競争上では、絶えずプレイヤーが何らかのアクションを起こしているため、各数値と相互作用の度合いは、常に変化し続けることから、プログラム上で行われている計算は、より複雑化しているものと思われます。ライト氏は、街を生き物のように表現したかったと語っています。そこでライト氏は、都市の変化の推移を、アニメーションで表現することにしました。そして、それを実現するために、ゲーム上のデータを4つの階層に分類したそうです。階層1は、プレイヤーが画面上で目にしている、アニメーションによる都市の変化。階層2は、人口密度、交通渋滞、環境汚染度、地下、犯罪発生率の計算。階層3は、地形の状況。これは私の推察になりますが、当作には、街の中心という概念があるので、それを踏まえた上で、各オブジェクトの発展の度合いが計算されていると思われます。あるいは、もともとマップ上に存在する、森林や海などの地形も、発展に影響があるのかもしれません。階層4は、人口増加率と、消防署や警察署の影響力の計算です。このような仕組みとした理由は、プレイヤーの様々なアクションに対し、その影響が、階層1に反映されるまでに、意図的にタイムラグを生じさせるためです。前述したように、たった一つのアクションでも、それは様々な要素に影響を与え、各要素は互いに干渉し、相互作用を引き起こします。例えば、階層1で、プレイヤーが工場地区を増設したとします。しかし、現実世界もそうであるように、工場が立地されたとしても、すぐに公害が発生するわけではありませんし、それがすぐさま犯罪発生率の増加に結びつくこともありません。問題原因の発生から、結果が顕在化するに至るまで、因果関係が複雑であればあるほど、そこには、常に一定のタイムラグが生じます。つまり、階層1で工場が建てられると、その下の3つの階層で、関連する各要素の数値が割り出され、さらに相互作用を加味した上で、各階層間をまたぐ間に、一定のタイムラグが自然と生じ、公害問題が顕在化した後、それに連動して発生する、犯罪多発などの諸問題に、少しずつ波及していくことになります。裏を返せば、すべてを一つの階層で計算した場合、住居の隣に工場を置いた途端に、ランクが下がり、ビジュアルも瞬間的に変化することになります。それでは、ライト氏が思い描いた、街を生き物のように表現することは難しく、また、その計算には、莫大なスペックを要するという、ハード上の問題も発生することになります。宮本茂さんの言葉、アイデアは複数の問題を同時に解決するもの。このアイデアと発想は、当時ハードの制約が厳しかった中において、非常に重要な要素ではないかと私は思います。ライト氏は、後にこのように語っています。私は、プレイヤーに物を作るためのツールを提供し、その創造のために、いくつかの文脈を付与した。シムシティは、かつて、フランス人の社会学者が提唱した、ゲームの定義には、必ずしも当てはまらない側面を有しています。それはまるで、ブロックというツールを用いて、自分の思い描く世界を、自由に構築できるレゴブロックのような、高度な情報処理に基づく、デジタルな玩具とも言うべき、既存のテレビゲームの概念を打ち破る、全く新しい種類のテレビゲームでした。ライト氏はさらにこのように語っています。視覚的に気持ちのいい街を作ろうとする人もいれば、シンプルに楽しいひとときを過ごす人もいます。多くの場合、その空間には、プレイヤーの価値観や感性が反映されます。今でこそ、人口を増やすための、様々な攻略法が判明していますが、プレイヤーの起こしたアクションが、競争上の各オブジェクトに対し、どのような影響を与え、いかなる結果がもたらされるのかといった点において、当作は、非常に不透明な部分も多く、ライト氏自身でさえ、各要素を組み合わせた際に、何が起きるかは正確にはわからないと話しています。その裏側には、前述したように、重層的な階層の中で、複雑な計算式が、まるで、生き物の細胞や遺伝子のようにうごめいているのですが、それらの複雑な構造こそが、時代の流れによって、
ダイナミックに変化する街の様子を見事に表現し、問題が発生した際に、その複合的な原因を探る楽しみや、問題を解決する方法論を模索する戦略性が、シミュレーションゲームとして鮮やかに作り出されています。そして、計算式や相関関係が複雑であるがゆえに、そこには絶えず、プレイヤーが予期し得ない意外性が生じ、予備知識のない100万人のプレイヤーが遊べば、100万通りの街が作り出されるという、幅広いゲーム性を有した作品となりました。それは還元すれば、一人のプレイヤーが1000回遊べば、1000通りの街が形作られる可能性も十二分に秘めた、長く楽しめるゲームと言えるのではないかと思います。前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、宮本茂さんと奥様メーター、教育とシムシティ、シナリオモードとピクミン3、ナビシステムなどについて、さらに考えてみたいと思います。後編は、動画説明文にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。失礼します。